こいつは色合いが違いますね。紅茶っぽいですね。紅茶かな。おお、なんだ、頑張った。おお、なんか取った。カエルでござる。うわ、何がいるだろう。やべえ、カエルはもしかして食ったんじゃねえだろうな。何ガエルですか。鼻先もしかしてこれ何ガエルでしょう。さっきとあんまり水の中でこんなイメージない。うん、あ、足だけになったやつ。大丈夫か。なんだろう。はい、取ります。消費カエルが抵抗している。やっぱり若いんかな。なんか苦労してましたね。外ででいいから、もうちょっと前出てもらえる。なんかゆらゆらしてますね。お、いたか、いたか、いたか、いたのか。お、なんだそれ。いたんでしょうか。届かないのか、届かないのか。なんだそれ、なんだそれ。おー、行った。どうだ。あー、取れた。なんだ今度は。また帰るか。ありがとうございます。おー、すげえ。正面が寒雨出てる。ちょろげ出てる。逃げない。逃げないね。大差あるんか。うん、紫先でございます。これどこを取って紫って言ったんだろう。アオサギより紫。アオサギより紫ってことかな。アオサギだからだ。あ、そうか。アオサギにちょっと赤い部分を足したから青と赤足して紫だみたいなことかな。お、来たか。違う。こいつもカエルを狙ってるんでしょうね。いや、あれですかね、俯瞰して見てるんですかね。あー、伸ばして。そういうことかな。え、紫サギの目は下向きについてるのか。狙っております。若干下向きに眼球がついてる。うん、正面寄りについてますね。おお、ね、ファサファサやんけ。ファサファサですよこれ。ほんと、こういうやつもありますね。ありがたいやつでしたね。